10日の夜の部の5時からのですね、リン・ゲイ・ステファン・シーさん、中国の方ですね、21歳で、この方のね、バルカローレから始められましたが、すごくね、繊細なんですけれどね、時折の音がちょっと抜けたり、それからちょっとあの濁ったりして、不鮮明になるのが惜しまれました。でもね、とてもね、ミステリアスでね、こう、なんて言うんでしょう、無双的な、そういう独特な世界を想像される方で、何か、特別な感性を持ってる人だと思います。そのトーンがね、ちょっとくぐもったような、独特なトーンを持ってらっしゃいました。で、バラード3番は、ね、不思議なトーンに乗って、ご自分の世界をどんどん広げていった、そういった演奏でしたね。で、最後がアンダンテスピアナートとカレナルプロネス、これはね、とにかくね、弾むようなリズム感と音楽性がすごく豊かなので、フレージングがスケールが大きいんですね。でね、彼独特なその音の美しさですね。それをね、全てを生かしたね、音楽を作ってらっしゃいましたね。ナンバー80、10日の5時からのね、1人目のリン・グエイ・ステファンさん、ステファン・シーさんですね。そう、彼の、最後のアンダンテスピアナート華麗なる大ポロネーズを申し上げるのを忘れておりまして失礼いたしました。もうとにかくすごく豊かな音楽性を持っている方なので、弾むようなリズム感、それとフレージングのスケールの大きさ、これにも魅了されましたね。で、独特な音の美しさを持ってらっしゃって、あと音楽作りが個性的でしたから、また一味違ったアンダーテスピアナートとカレナルポロネーズを聴かせていただきました。ゼッシュウさんって呼ぶんでしょうか、中国の方です。クターのゼーモールから始められましたが、なんて言うんでしょう、非常に、もともとゆったりした曲ですが、さらにたっぷり時間を取られてですね、丁寧に、自分の感情を表現するという、そういう奏法でしたね。こういうゆっくり弾いて聴き手に伝えるっていうことはね、実力がないとできないことなので、力のある方だと思いますね。その次にバラードの2番になりましたが、やはりね、静かなところからこう劇場的な世界に入るあたりがね、素晴らしかったです。こういう静謐な世界から180度方向転換して、その場合で音の性格そのものが変わったっていうんでしょうか、その痛みを伴ったこう悲痛な響きを彼は出してらっしゃいましたね。それがね、やっぱり才能のある方だなと思いました。それから次がね、本当にね、この2時でね、これだけ弾くの大変だなと思いますが、今度はね、スケルツォの2番、非常にね、正確無比で、なんていうんでしょう、正統派のアカデミックな演奏だったと思います。で、和音の、ね、響きも引き締まって格調が高い、とってもいい音を出してらっしゃいました。最後の1音をね、シャープに決めて、良かったですね、かっこよく決めました。そこから今度はね、盛りだくさん、ワルツ、アスドアに入りましたが、こちらもね、誠に正統派で、端正な演奏でしたが、
まあ、若干もう少し自由にという、何かそういう欲張った感想ですが思いましたね。あと最後が英雄ポロネーズ、今回英雄ポロネーズ多いですね。こちらもですね、王道を行くような堂々とそういう演奏でした。まあ、ジョニーの男らしいでしょうか。特に変わったことはして何もしてないんですが、シンプルに王道を弾く、弾く演奏でしたね。で次がピョートル・アレクセーヴィッチさんっていうまあ、ポーランドの方ですが、この方はね、個性的な方でした ね。 でね、ポロネーズのフィスモールから始められましたが、とにかく出だしがかっこよくて、エネルギーっていうものにまず圧倒されました。風格がありましたね。で突然出てくるインパクトのあるスケール、これがね、まあ、ショパンのそういう、なんていうんでしょう、やっぱりアーティストならでは の感性ですね。とってもこのポロネーズね、非常に厳粛でね、重い曲なんですが、彼はそのものもうポロネーズの一音一音を重厚に悲劇性を、ね、キープしたまま引き通されましたね。でその次は一転してワルツ、F ドアのワルツが、今度はね、明るくてね、輝かしいトーン、幸福感に満ち溢れた演奏でした。でもう一つ、ワルツ、こちらもね、あれでしたね、特別に変わったことはね、なさってないんですけれども、なんて言うんでしょう、聞き手をとってもね、幸せにしてくれる美しい、音楽を作ることができる人で、幸せになりました。で次にね、マズルカ風ロンド、これもね、本当に素敵な曲で、クリーンで明るいトーンにね、魅了されますね。でね、独自の音色を持ってるピアニストなので、あとね、生き生きとしたリズム、これはね、ポーランド人ならではの、その、いや、踊りのね、センスとね、伝統を感じました。天性の音楽性を持ってる方でね、その鮮やかなテクニックと一緒にね、忘れがたい演奏でしたね。で最後にバラードの4番を弾かれましたが、まあ、スタミナがいりますね、これだけいっぺんに来る。彼はね、スコアから何を読み取って何をね、音に表すかっていうことを私たちに、ね、教えてくれる、そういうピアニストでしたね。もうとにかくね、たっぷりとした音量の人ですね。それから感性が豊かなので、非常にスケールの大きいバラードでした。はい、では今日の、夜の部最後の2人の方、まあ本当に素晴らしかったです。相変わらずの声で本当申し訳ないです。明日になったら少し、美声が戻ってくるように、願ってます。最初のお一人はイタリアのレオノーラ・アルメリーニさん。11年前のショパンコの時にまだ18歳でらして、最終のアルメニーニさんね、11年前18歳でファイナリストに入った時に、たまたま彼女の近くに私いたんですが、なんか信じられないっていう風にね、くるくる踊り始めたのね。ほらあるじゃない、イタリアの何でしたっけ、雲に刺された時に踊るタランテラみたいにくる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 ね、それでね、もう喜びが爆発したみたい。でもね、もうすっかり成熟した女性になられて、でも諦めないで、またね、受けられたってところが本当にね、よく言うでしょ、続けることは、
自体がね、継続は力なりって言いますけどね、本当にその通りだと思います。でね、彼女の演奏今日素晴らしかったですね。まずね、1曲目が可愛らしい商品でね、ソフトニュートワルツっていう、とてもノスタルジックでね、温かい曲なんですけど、心がこもった演奏でしたね。それからね、ワルツナスドゥアに入って、まあ、華麗な、本当に華麗な大演舞曲、もうね、とにかくね、エレガントで、もうノーブルで、ね、なおかつね、生命力があふれて、そういう演奏でしたね。もう天衣無縫と形容したいような素晴らしい演奏でした。で、その次がね、バラードの3ですけれども、3ね、やっぱりね、彼女 の, その豊かな感性、これがね、存分に発揮された演奏だったと思います。もうね、11年の歳月が経って、成熟のを遂げたね、彼女の演奏で本当にね、感動いたしました。それから、もうね、これはまさにね、ダーリンの花を咲かせたような、そんなね、演奏でしたね。で、次にね、バラードの4番ですね。で、非常にスケールの大きい演奏をなさる方で、それをね、伝えてくれた一曲なんですが、ね、シンプルなテーマが、例えばもう旅をしながら、いろいろな、ね、風景や、それからアクシデントとか出会いを通して、なんか自分が変わってくるっていう、そういう経験にも似たような、で、ですから人生そのもののような、そんなものを表現してる作品だと思うんですが、その彼女はそれをね、非常に豊かでね、中身の濃い演奏で聴かせてくださっても感動しました。で、最後が英雄ポロネーズね、女性による英雄ポロネーズでね、またね、これがね、男性のこう欧州ポロネーズとは違ったね、一味違った感性とか、女性、まあ女性男性はね、特にこの世界は言っちゃいけないんですけども、なんかね、イタリア人独特のね、美意識っていうんでしょうか、そういうものを感じましたね。どういうことかっていうと、やはりね、どこかね、ちょっとね、楽観性があるんですよね。それでね、明るい音色、本当にね、青空をまさに明るい音色と、フレージングがね、流麗ですね。それから歌心、イタリアですから、この歌心がね、もう混然一体となってね、男性ピアニストと一人違った素敵な演奏でした。本当に、彼女にまた出会えて幸せでした。そして最後が、なんと17歳のカナダの JJ ジュン DV 君の演奏ね、まあ団体奏さんの秘蔵庫ということなんですけれども、まあ本当にね、どの曲も、もう目が覚めるような、演奏でしたね。で、最初がね、バリエーションのレイドアでしたけれど、美しいメロディーやね、パッセージがね、至る所に登場してくるんですけれど、それをね、JJ 君がね、誠に魅惑的にね、演出して聴かせてくれて、もうすごい幸せだった。びっくりした。すいません。いろいろな事件が起きました。すごくね、幸せな時をプレゼントしてくれましたね。次がね、もう対局ファンタジー。これに挑戦してね、なんて言うんでしょう。豊かな音楽性はもちろんなんですけども、スケールが大きいのと、音楽の呼吸が深くて、そしてね、音楽が熱いんですね。それとね、知性も備えた すごい演奏でしたね。もうね、JJ 君
がもう4件したことがありすぎちゃって、もう抑えきれないというね、そういう演奏なんですね。でだから勢いがね止まらなくって、それそうこれくらい深く音楽にね、こう没入できるっていう、そういった彼がね羨ましいと思いました。でその次にねワルツを弾かれて、これがねまあ伸びやかで美しくってね、まあパッセージのゴージャスだったこと、忘れられちゃった、もう本当に酩酊させられました。で最後にねおなじみのねアンダンデスピアノアートと華麗なる、ね、ポロネーズでしたけど、今日の、演奏の中にこれまでのベストワンと私が申し上げた中国の方がいらっしゃいましたが、もうジェイジェイ君も、もうそれに劣らないすごい演奏だったと思います。でね、もう彼のね、その歌心、豊かな歌心と感性がね、こう自然体で奏でられるんですよね。で、美音の持ち主ですから、それとあとね、音楽にね、こう愛が存在してるっていうんでしょうかしらね。でね、アンダンテがね、とっても美しかったんですね。で、その後、エネルギッシュでポロネーゼと突入するんですが、ここでもね、その音楽性と美音がね、もう天衣無縫に、もう発揮されて、もう溢れてくる音楽、ね、それがね、もう本当にまばゆいばかりで、でもテクニックと、テクニックもまたすごいんですが、これとね、一緒になってこう目の前をね、駆け抜けていくような、そういう演奏でした。でね、なんて言うんでしょう、音楽っていうものがね、これほど美しくってこう私たちをねこう酔わせてくれるものであるかということをね、この17歳の少年がね教えてくれたような、そういう華やぎに満ち溢れた演奏でした。今日はこういう幸せな演奏で終わることができてとても嬉しいです。じゃあおやすみなさい最終の。Double yourself. English. English. Yes. So sorry. Okay. What? I can understand. Do you speak English? Poco. So please say in English if possible. English. Yeah. Yeah. Polak. But we are working now, so. Because teacher. Okay. What? Photo. A photo? Yeah. Video. A photo. Atari. Hey. Hello. Photo. Hello. Oh yeah. Photo.Okay, good. Jojo, 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 Jojo. Adio. This is video. Yeah. And photo is okay. Photo, okay. Okay. Say something. Yeah? Okay. say something. Okay. Speak. Hello. Hello. Yeah. Okay. Good. Okay. And moment. Moment. Yeah. Good night. Okay. Nice picture. Yeah. No. Thank you. Sorry. Yeah.Thank you. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah.